際ボーカルスクール講師のみっこです。今回は低音についてやっていきたいと思います。皆さん低音低い音どうですか？出ます？私はね、若い頃高音が出したくってボイストレーニングに通っていて、先生にもっともっと高い声が出るようになりたいですお話ししてレッスンをやってもらってたんですけど、結局高い声ってみんな結構出ちゃうんですよね。で、私は先生に、いや、あなたは低音が必要よって言われて、低音の練習を結構ガッツリねやってもらったことがありました。高音はなんかね、意外と皆さん自分で思ってる以上に出るんですよね。それよりも低音の方が苦手って方、実は私のレッスンに来てくれてる方も多いです。今日は低音の出し方をお話ししていきたいと思います。前回、前々回か、半音についてお話ししたんですけれども、半音が、割と低音のあの練習には近い練習方法になります。まずハミングでんーっていう胸を響かせる、鎖骨に手を当てて胸を響かせるという練習をします。このハミングでね、でしかも絶対喉から上では出さないでください。っていうのを詰めた音ではなくて下に押し込む音、どんどん押し込んでいく、このね、ホラー映画のような貞子のようなうなり声、こうね、深いところから掘っていくのが低音練習の、まず第一前提になります。一生懸命低い音をね、例えばって適当に出したって低い声は絶対に良くなりません。どうしてるかっていうと、自分が落としたい音、この音だったらこの音よりもさらに低いところを狙っていきます。掘ってね、こう掘って低いところまで掘って狙っている音まで当てる。これあーでやるの難しいんですよ。なので初めはハミングでやってください。コマネチラインあたりに音がここから出てるイメージを持ちます。こんな感じで、前に棚がありますよっていうお話をしました。棚がある中で低音にももちろん棚があるんですよね。その棚に乗せるのに、自分が狙っている置きたい音よりもさらに下まで行ってから乗せる、下まで行ってから乗せるっていうやり方。みたいな感じです。低音の練習は棚がもちろんあるんだけれども、自分が狙ってる音にってこう上から置くんじゃなくて、もうさらに深いところを掘ってから置く、掘ってから置くっていうのをちょっとやってみてください。こんな感じで、なるべく初めにハミングで深いところまで掘ってこう上げるっていう練習をちょっとやってみてください。そうするとね、低音にちょっとずつ慣れてくるんだけれども、そこで気づくと思います。低音は力を入れては絶対に出せません。じゃあ低音ってどうやって皆さん出してるのって言ったら、
響きで出してるんですよ。だからとにかく力を抜いて響かせる練習を皆さんしてみてください。じゃあ今回は低音の簡単な練習方法をお伝えしてみました。みっこでした。またね。